はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで、本日はもうこの背景、そして目の前の料理たちを見てね、分かる通りですね、久しぶりにこの文福飯店さんに帰省させていただいております。久々の帰省ですよ。僕にとってはですね、もう本当に実家のような温かいお店でして、今回も、もう目の前に出ている、量で食べきれないよなもちろんですね、いつも通りうちの妻には事前にね、今日は晩飯いらないよとしっかりと持ち帰るので、この数日はご飯いりませんとお話ししております。仮にね、残ったとしても自宅でテイクアウトをしてしっかりとね、楽しませていただきますので、早速ちょっと今回ね、この料理出来立ていただきたいと思います。でもやばいな、肉麺と、もう本当に出来たて井の一番に食いたいものしかないんだけど、やっぱりね、ちょっとラーメン伸びちゃいそうなんで、まずは箸濡らしにラーメンいただきましょう。久々だな、ラーメンいただくの。あ、うまい。あ、うまいな。あ、やっぱうまいな、この変わらぬ中華そば感、うめえ。うん、そしたら早速このラーメンですね、こんな感じで先に麺だけはいただきましたので、スープものとしてね、この後もしっかりいただきつつですよ。やっぱシューマイ行きたいな。うん、あ、久々。うん、やっぱうまいな。うん、よしよし、じゃあちょっとお肉だなそしたらちょっとこのせっかくの厚切りね、冷めちゃうといけませんので、次こちらいただきましょう。この厚み分かりますかね、めちゃくちゃ分厚いんですけど、低温調理全くしてないそうなんですよ。絶対うまいもんな。いや、うまそう断面はこんな感じでございますね。うわ、これは米だ。あ、うまっ。うまいな。やらっか。この甘辛ガーリック味のマヨネーズ。甘いのは、そしたらちょっとこの辺りですね、このどでかいハンバーグいきましょうか。わかりますか、あ、垂れちゃうけど、めちゃくちゃでかいめちゃくちゃにでかいな。こちらが煮込みハンバーグということで、中身はどんな感じだ。うわー、肉超ぎっしりうわ、うまそう。っていうか柔らか、めちゃくちゃ柔らかい。今回これね、煮込みハンバーグなので、ソースしっかりこう絡まして、うわ、いただきます。うまっ。うまっ。
え、はい、鍋しきまだ増えます？いや、足したことない。本日もまだ料理終わってないっぽいです。あなたにこちらね、鍋敷きいただきました。多分新しいメニューが来るな。これ下げられるようにハンバーグ先にいただいちゃいますか。うん、これこの煮込みのソースがとにかくうまいな。じゃあちょっとはい、こっち、こっち大丈夫です。じゃあこっち置いちゃっていい？それはカレーうどん。カレーうどん、定食にするよ。え、じゃあ、ほんとに定食じゃなくていい？定食じゃなくて単品で。単品でいい？単品で大丈夫。やっぱりですね、基本的に僕自宅では主食を食べないようにしてまして、やっぱりね、この撮影ですごい量を食べますので、節制と言いますか調整のために食べないんですけれども、まあ、そういったお話ね、この文福のオーナーとしちゃんにしっかりお話ししてるから、僕にはですね、ご飯をあまりこう無理してもらわないようにはなったんですけど、持ち帰りしづらいんで、メインのメニューがどんどん増えてきまして、ここら辺は最低限今日完食しないといけないんですね。でもやっぱりちょっとこのお肉料理いただきたいので、この辺りで今回ねちょっとトシちゃんから、ぜひラスカルさんにということで作っていただいたメニューございます。ここのカメラの一番手前にあったこのお肉料理ですね、チキンを使ったメニューらしいんですけれども、まだですね営業の際等には販売をしていなくて、ぜひこれちょっと僕の誕生日、3月7日なんですけども、毎月7日限定、3食限定で販売したいと、で命名も含めて全部お願いしますと、言っていただいたねメニューになりまして、ここだけはどんな味かしっかりとお伝えしつつ、命名はエンディングまでに考えておきましょう。これわかりますかね、これ鶏肉めちゃくちゃブルンブルンでございます。うまそう。じゃあいただきます。うん、うまっ、やわらかっ、待って、めっちゃうまい。うん、うん、照り焼きっぽさもあるけどちょっと違うな。これなんだ、おろしか。ちょっと待って、聞いてこよう。トシちゃん、はいはい、あの限定のやつっておろしかなんか。そうそう、おろし、おろし。おいしい、おいしい、おいしい。甘じょっぱい照り焼き感もあるけど、おろしのさっぱり感もあってものすごいおいしい。おいしいです。よかった、間違ってなかった、おろしだそうです。さっきちょっとお話ししたように、照り焼きチキンっぽいこの甘辛い感じもあるんだけど、おろしがねこんな感じでふんだんに乗ってるんですよ。だから味付けはしっかり濃いんだけど、さっぱり感もあって、うわ、めちゃくちゃ米進むなこれ。やばい、持って帰ろうと思ったのに食っちゃうなこれ。自宅用にちょっと1枚だけ取っとこう。めちゃくちゃうまいです。できる限りね今日ちゃんと食べて、持ち帰り少なめにしようかなと思ったから、ご飯普通盛りでお願いしてるんですけど、一瞬だなこれ。こんだけご飯合うおかずしかないから、おかわりもやむなしだな。you
ご飯は？じゃあちょっとだけもらいます。ちょっと？うん、3キロぐらい？そんなぐらい米足らないってもうこれはしょうがないよ。じゃあちょっと待っている間に、これは持ち帰ろう。1枚持ち帰るからこれいくか。こちらがですね、焼きラーメンということで、初めて食べるなこれ。うまそう。うわ、何これ、めっちゃうまそう。これね、ちょっとわかりますか、そこの方の香ばしくなった麺と生麺とね。あ、はい、やっぱり増えてる待って、増えてる。大丈夫三角で500、三角で500やばいな。いや、これいいな。初体験、いただきます。うわ、うまっ。うわ、うまっ。うまいな。うわ、このメニューマジで好きかも。これ出来たてももちろんめちゃくちゃ美味しいんでしょうけど、若干ね、こう提供いただいてから時間置いて食べたからより良かったのかも。そのままね、麺動かさなかったから、もうそこの方が焦げグッとあって、この香ばしさがうまいね。そしたら一旦麺類は置いときまして、おかわりのご飯とともにアニーマスタードチキンということで、うわー、これまたうまそう。やべえな、改めてこれ目の前にするとやばいよねこれはちょっとせっかくなら切った方がいいか。くっ、また焼きの入った粒マスタードが香ばしくなっててうまいわ。うまっ。どういうこと？娘さんにと思ってオムライスってらちょっとでかくなってきて。熱っ暑いからね。え、これどうしたん？ん？何？うちの娘まだ4歳なの知ってます？え？あ、そっか。ダメだな。炭水化物テイクアウト不可避だな。すごい揚げ物も増えたし。やばい、今日もとんでもないことになってきた。よし、だいたい今半分ぐらいにはなりましたけれども、だんだん満腹感来ておりますせっかくなんでこの辺りでカレーうどんいきますか。いや、これあっちだろうな。結構あるぞちょっと待ってよ、麺は1玉ぐらいかな。やべ、むちゃくちゃ熱そうなんですけど食べた、熱そうだな。あ、うまい。あ、うめえ。うまいな。これもう麺いかないとな。伸びちゃうんでね。あっか。うまいな。でもめちゃくちゃ
量あるけど全部うまいんだよな。やっぱこの文福さんに来るといつもみたいな大食いモードでもあるんだけど、半分実家感ありすぎて家モードというかね、全然大食いできないモード、日常モードに入っちゃう部分もあるんですよ。だからね、結構早めにお腹いっぱいにはなっちゃうんですけど、それでもなおやっぱねうまいから食っちゃうんだよな。見て、めっちゃ実家じゃないこれ。めちゃくちゃ実家ですよね。やばいな、今ちょっとずつお腹いっぱいになってきて頭が冷静になってきたんですけど、新メニュー名考案するのってだいぶ責任あるよね。まあいい、ちょっと食べよう。ご飯もきつくなってきた。うん、いや、だいぶお腹溜まってきましたね。さすがにこのおかわりしたご飯は食べきりたいな。うん、もう慣れてしまって、さっきの一杯目さらっと食べたんですけど、味玉が潜んでおりますね。ちょっと揚げ物と、うまっ、おお、珍しい。ちょっと噛んだところ映るんですいません、苦手な方は。長細いんで何かと思ったらこれ棒メンチだわ。油、肉汁、すっごい、うまっ。すごく足りてます。はい、そっか、追加できたこれまだ食べたいの1個ありましたね。あの持ち帰り用にってことだったんですけど、いただきます。うん、あれもうまい。あ、めちゃくちゃうまいな。ここに来ての味玉がきつい。そしてただいまご飯もの麺ものは完食させていただいて、残りはですね、お肉、お野菜、お魚でお漬物とね、持ち帰りさせていただきたいと思います。お疲れ様でした。はい、ということでですね、本日もこちら文福飯店さんで美味しい料理たくさんいただきまして、せっかくねこういう機会ですので毎回お話ししてますが、文福さんでは絶対に無理をせずにしっかりと自宅でもねテイクアウトして残りは楽しませていただきたいと思います。それでですね、これかなりプレッシャーなんですけれども、今回いただいた僕限定の、誕生日に合わせた7日先着3名様限定でですね、毎月今後販売してくださる限定メニューの、商品名ですね、なんだろうな。おろしを使った、まあ、チキン系のね、商品ということで、わかりやすいのがいいと思うけど、もうシンプルにいきましょう。
照り焼きっぽい味付けでもおろしがあってさっぱりということで、おろし照りチキンにしたいと思います。はいもうこれでいいでしょう。おろし照りチキンね、まあ、商品名もわかりやすいと思いますし、パッとねその日にたまたま来てこのメニューなんだろうなとまだありますかと、聞いてもらってでもですね、わかりやすいメニュー名となるかなと思いますので、ぜひですね今回のこの僕の動画見ていただいて、ここのですね画面の正面にあった限定のチキンメニュー、皆様もですね7日にぜひ食べに来てみてください。で毎回ですね文福さんに行きますと、どんな店なのと、もう盛られて盛られてしょうがない、行きたいんだけど怖いんだと、そういったねコメント多数いただきますけれども、ご安心ください。文福飯店さんもちろんね基本的にはどの一品一品も普通の定食屋さんに比べてもね量が多いですし、愛情もいっぱいございますけれども、しっかりとテイクアウトも可能です。ちょっとね普通に食べに来たとしてももらえる可能性十分にありますし、何よりですね動画を見てきましたと、トシちゃんに会いたかったんですよなんてお話をしていただいてしまったらよりね、持ち帰りが増えるかと、タッパー持参してくるのがベストかなとは思いますけれども、皆様もですねこの文福飯店オーナートシちゃんに臆せず、この美味しい料理をぜひ一度食べに来ていただければと思います。はい、ということで本日はこんな感じで動画締めさせていただきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。お腹空いたら戻ってきてね。ねまた、はい